て話すかね。あ、ちょっと待って、職場から電話が来た。ちょっと20秒だけ電話してくる。20秒で帰る。20秒最後20秒で終わる。うん、出なかったら欲しいや、うん、俺がめっちゃこう出れない、あ、こうか、お手洗いでもいいじゃない、ちょっとここに認定ダウン取れば大丈夫でした。あ、これでした。ここがあったかい。本当だ。あの、なんだっけ、あれした、高くもないか。昨日入れたお礼状ってどこの箱に入ってるって言われただけでした。どこの箱に入ってたんですか。なんで私の着てるの。どこの箱に入ってたなんか、どこの箱、なんかさらっと私の着てるし、どこの箱に。で、なんか全然違和感ないよ。うん、あなたがこっち着てた。うん、わかった。ああ、両方取ろうぜ、これを。あ、いいね、交換してる感じの。いいね。長いで絶対その方がいいと思って、うん、暖房がマックスだったら別にいいや。いいね、うん、よいしょ、寒いな、おい。よいしょ。そっち一生暖かくならないのか。これ膝にこうやってかけて、よいしょ、かぶって寝てればいいんですよ。あの、このショートパンツの方はごめん、ちょっと今日着ないで来たんだけど、うん、寝てるところに勝手に寄っかかって、こうあえてこうなんか脱ぎ散らかした後とかさ、うん、ね、よくね、絶対よくね。食い散らかしとかも、そうなに、もう楽しいな、これ楽しいな、これ奥様としかしないからな、絶対ね、これ ね、いやだ、結構さ、愚痴ね。で、私はその結構その婚活、うん、ごめん、婚活までもいかないような人、恋活を始めてみようかな、デモな男子、わ、うん、かる、デモデモだった男子、うん、そういう人を、まあ、強制することはするんだけど、うん、もうな、多分奥様からすればね、多分ね、すごいね、ツッコミどころしかないと思うよね、あの、うん、なんて言うんだろう、なんて言うのかな、あのね、どっから愚痴ったらいいんだろう。いや、例えばですよ、うん、すげえなんかその言い分でびっくりしたのが、30歳です、うん、あ、30代です代、うん、で、30代です、お付き合いしたことないです、はい、童貞です、はい、で、私は人をそういう風に見るの嫌いだけど、あえて言うと、うん、スペック低いです、うん、俺はこんなにかわいそうなのに、おお、なんでビッチたちは俺とやってくれないんですかっていう人たち、かわいそうだからやりたいわけじゃないんだよな。抱かれたい人に抱かれたいんですよ。かわいそうだから抱きたい人になんないんだよな。抱かれてって思わせればいい話ですよ。だその一言で終わるんだけど、こっちからすればさ、うん、で、だ、本当に不思議なのが、その何、うん、後で聞いて恥ずかしくなるよね。これね、これ、ね、抱かれたいって思わせればいい。そう俺言ったのこれってえ、じゃあさ、その感じのこと今日喋ってようか、じゃあいいね、うん、それだったら別に彼女も